白瀬さん。なんか僕、噂を聞いたんですけど。皆さんこんにちは、お元気ですか？広瀬香美です。今日はもうご存知、マクドナルドにやってきました。お腹空いちゃった。早速食べよう。こんにちは。噂聞いたんですけど、エビフィレオが好き。エビフィレオじゃないですか？そうだよ。いつもはね、エビフィレオだけど、お腹すいたのは私はめっちゃそれとライトポテトの、それとチキンマックナゲットの5ピースぐらいのやつありますか？5ピースがございます。じゃあ5ピースのやつで、それと何物、野菜生活、それとサイドサラダ。かしこまりました。結構召し上がられますね。お腹空いちゃったんだよ。ただそこら何も食べてないんだよ。ダブル肉厚ビーフ、美味しそうじゃない？めっちゃ美味しそうです。それでしょ。めっちゃ美味しそう。ビーフも食べたかったけど迷った、ギリギリまで。ポテト。アメリカ生活長くてビッグマックしょっちゅう食べたって僕。うん、ずっと食べてた。ごちそうだったよ、私にとってみたら。その頃のアメリカのビッグマック大きそうですね。美味しくて大きい、香りつけないぐらいの思い出です、私の歴史。広瀬香美の YouTube チャンネル。じゃん、届きました。いただきます。お腹すいた。食べるっけない、食べるっけない。食べたい。私これ食べたかったの、これ初めて。知ってる皆さん、炙り醤油味ダブル肉厚ビーフ。私さ、いつもエビフィレオを選ぶんだよね。プリプリっとしたエビの感じが好きで、今日はだけどちょっとあまりにもお腹空いちゃったんで肉厚。いかがでした？食べすぎちゃう。いただきます。もうさ、肉とチーズネーミング通りだよ。これはみんな食べるんじゃない？これでしょ、みんな食べたい。食べたいです。これ美味しい。しかも広瀬さん、めちゃくちゃ今日ラッキーなのが、こちらの緑のトレー、これラッキートレーです。どういうこと？ラッキーカラートレーです。元気になる色ってこと？元気になる色プラス、あのマクドナルドさんってハッピーセットあるじゃないですか、あのおもちゃたくさんありますよね。で、使わなくなったおもちゃをリサイクルしてトレーにしているのがこの緑色のトレーみたいな。なるほど。あれを子供たちがまたマクドナルドさんに持ってきて、なんかボックスかなんかの？ボックスがあります。回収ボックスみたいなのに入れて、それをリサイクルなさって。それをリサイクルしたトレーが緑のトレー。あー。緑のトレーじゃないやつもあるんですよね。今ちょうどポテトが届きました。ありがとうございます。なんか足りないと思ってたんだけど。すいません。広瀬さん、こんなにご注文されましたけど、なんでセットにしないで、あれこれ言おうと思ってたの、いいところに気がついたね。私はね、はい、スターだから。スターの頼み方はセットオーダーしない。なるほど。私は店に行ったら、はい、もうね、この仕事始めて、はい、稼ぐようになってきてから、それを卒業したいと思って稼ぎるようになろうと、セット頼みしないっていうことを決めて、そっから私セットオーダーしないのよ、単品。もともとできるように頑張ります。頑張ります。大好きなハンバーガー、そして大好きなポテトを L サイズ、大好きなサラダ、大好きなチキンマックナゲットね。で、飲み物全部自分で好きなように組み合わせるんだよ。それがスターの頼み方。今度給料日に真似してみよう。超好きで真似して。噂で聞いたんですけど、広瀬さんがどこかのマクドナルドで店内で普通に大口開けてパク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 食べてたのを一般の方に見られてたって本当ですか？本当。今でも信じてんの。メイクしてなかったら全然スターじゃなくなくなれるっていう。メイクしてないでマクドナルドで普通に食べてるよ。まあ、ある時対面型あるでしょ、あそこしか空いてなくて、君が。でもお腹空いて食べたい、あーあと15分ある、行こうって言って行って、対面型で、ここカップルだったんだよね。ダメだったね。
バシャって取られてやばって思ったけど、そこからさ、さすがの私完食して帰りました。あ、マクドナルドさんって、はい、紙ストローが流行った頃から結構紙ストローになってたの。あ、いけてんなっていう、そういうとこでも思わない？確かに環境配慮すごい進んでますよね。そう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 、うん、それは思っていた。私最初はやっぱりちょっと苦手だったの。だけど物語とか聞いたりとか、それが大事なことなんだよって、地球のためにと思ったら OK ですっていう。そっからなんか紙ストローを使ってる企業さんに出会うと、あ、OK って好きになるね。最初はやっぱりこれもなかなか食べ方がさ、工夫がいったんだけど、最近はやっぱりお上手に食べられるようになりました。エビフィレオみたい。追加注文します？みんな食べる？いいですか？いいよ、戻ってあげる。これ強制的に食べて。だって美味しいから食べさせたい。いただきます。下頼み OK。 頼んだら怒られちゃう。でもさ、みんなそうしたくない？そうしたみたいです。やったことないです。本当？はい、あのセットでもポテトのサイズを何十円か払えば大きくなるとかあるんですよ。あら、ご存じないですよね。知らない。ですよね。あら、サイズ変えられるの？サイズ変えられます。あら、だよね、痛手でつくせりだよね。我々はいかにお得にマクドナルドさんでたくさん食べれるかっていうのを常に考えてます。あー、そうなんだ、サイズ変えられるんだ。どっち？マスタード？皆さん、なんかバーベキュー味とマスタードと、皆さんどっちですか？私は絶対マスタードなんですけど。僕もマスタードですね。売れ行きって何割なの？何割ぐらいのパーセンテージ聞きたい。社外費？ちょうど半分ずつなんです。うそー。でも生き残ってるってことはそうですよね。人気ですもんね。まだまだ食べられるし、さ、私みんなの分も頼んでいいよ。でも本当に今注文しちゃっていいんですか？うん、やった。行ってきて。やった。まあ、モバイルオーダーっていうのがあって、席から移動せずにアプリで注文して、しかも店員さん届けてくれるらしいですよ。僕本当にやったことないんですよ。マクドナルドさんのアプリで、アプリをダウンロードしたら、して、だけどさ、どこの店かわかんないし、それを選べるんですよ。Z世代はやってます。テーブルに番号書かれてるじゃないですか。296番で入力したら、店員さん実際届く。296番に、ちょっとすごいね。注文してみるっきゃないね。注文させていただいていいですか？ OK。 ありがとうございます。みんな何が好き？めっちゃ慣れてますね。スムーズに。テーブルにスタッフが置いておく。うん、296受け取りに進む。各方は済みです。これは画期的ですね。マクドナルドさんにとっても。注文できました。勉強になりました。うちの YouTube みんな見てくれてる人もやってみようって絶対に思うよね。これだって最初に席を取ればいいんだよ。席を取ってゆっくり注文してればいいんだもんね。なるほど、私もそれする。次から。お待たせいたしました。失礼しました。本当に来ました。お待たせしました。嬉しくない？嬉しいです。いや、これ私が全部食べるって言いたいけど、それは無理なんだよね。これが食べたいんだけどね、気持ちはね。わかりました。絶好調。オッケー、じゃあみんなで食べる。来たよ。食べるっけない？いただきます。オッケー、みんなでマック食べれるの嬉しいね。嬉しいです。はい、じゃあ本当にいただきます。すみません。いただきます。どうぞ。ワールドナウンセール。あー、美味しかった。見て、たらふく食べた。綺麗に。皆さん、12月7日から20日までの間、私広瀬香美の曲が全国のマクドナルドさんで流れています。聞いてみたいでしょ？その名もマクドナルドミュージックバリュー。ミュージックバリューの一部は AR でも聞けるんですよ。私広瀬香美の普段聞けない話も満載です。よかったら皆さん、ぜひ足を運んで楽しんで聞いてみてくださいね。今回のナビゲーターは冬の女王